ダタンダタンダタンってもうこの一個前から来てるのが始まりっていうか、ダランダランダランってこう後ろから前に繋がっているような感じなんだけども、ブラジルの方は、はい、というわけで初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャ話題歓迎、来るものは拒まずパーカッションのワークショップやってまいります。高文がお届けします。よろしくお願いします。じゃあ次、会社っていうのいきます。会社、で1発目と4発目が強いって感じかな。1234 1234 1234 1234 1234。でさっきのヘピニキと同様にですね、右手で3発叩いて左手で1発みたいな叩き方をすることもあります。こういうふうに叩ける人はこういうふうに叩いてもいいっていう感じ。僕が最初にブラジルの方に教わったのはね、こういうふうに叩くといいよみたいに教わったんですけども、その後いろんな方を見てると結構普通にね、右左オルタネートで叩いてるから、あ、どっちでもいいんだって思ってますね。はい、ちょっとねニュアンスが変わると思うんですよ、オルタネートで叩くのと。こう右3発左1発で叩くのでは、はい、全部共通してるんですけども、ワン、ツー、ワン、ツーっていう2拍子に対して、ワン、イン、エ、ア、ツー、イン、エ、ア、ワン、イン、エ、ア、ツー、イン、エ、ア。この4が強いっていうのが、大体どの楽器でも共通してます。はい。で、これがそのノリになる、C、2拍子感を強調するものになりますっていう感じです。で、先々週のルンバのワークショップを見てくださった方は、なんとなく、あれ？それって、あのルンバのコンガのやつと同じじゃねと。ルンバおよびですねアフロキューバンの音楽の中には絶対このフィーリングっていうのは内在してます。はい、まあ言ってしまえばこれがその、あの黒人さんが言うハートビートっていうやつだし、どのブラックミュージックにも必ずこの要素が何パーセントか含まれているわけなんだけれども、ワインエアトゥイエアワインエアトゥイエア、はい、音形同じなんですよ実はね。タンタタンタタンタタンガダガシカ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 、このオンビートの1個前が強いっていうかね。はい、ただそのキューバのやつとちょっとニュアンスが違うっていうか、ブラジルの方が、これ僕の感想ね、僕の印象なんだけども、キューバの方はダタンダタンダタンってもうこの一個前から来てるのが始まりっていうか、ダランダランダランってこう後ろから前に繋がっているような感じなんだけども、ブラジルの方は、この4発目で一回一回こう食い止めてるっていうか、4から1、4から1というよりかは、1234 1234 1234 1234 1234っていうイメージがあります僕の中で。はい、なんか微妙にね、同じように1と4を強調してる、1234 1234 1241 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 41
なまったりすることがある。要は3連みたいになる、綺麗にタカ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 というよりかはタカ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 タタ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 、三連みたいになることがあるんですけども、あ、これ三連っぽくやったらブラジルっぽくなるんじゃねっつって、なんとなくやってもなんとなくにしかならないので、あんまりよく分かってないうちは特に3連とか考えない方がいいと思いますっていう経験談があります。なんかなんちゃってでやると、すごいなんちゃってな感じになるから、これが染みついてない、この感じが、
染みついてないうちは普通にね 1234123412341234 って、問題ありません。はい、アンサンブルだとねそんなに気にならないっていうか、むしろなんちゃってでなまろうとすると、あ、その方が逆になんか違和感っていうか変な関西弁みたいなね、どないやねんみたいな感じになりますっていうのが経験談であります。はい。